ではポリゴニカの修正機能を利用してこちらの問題を修復したいと思いますえジオミトリリペアのポリゴニカ操作は非常に簡単ですそして、えー、修復したものと、えー、表面メッシュを入れ替えますそして実行いたします 実行が終了いたしました。ししまではまずチェックしてみましょう。Find、えー、そうしますとインターセクションからこちら全て、えー、修復が正常に終了していることが分かります。では、えー、内部をちょっと見てみましょう。 こちらを見てみると、えー、きれいに外側がくり抜かれて外だけの形状になっていることが分かりますで実際にはこの、えー、モデルには、えー、内部に、まあ、ちょっと関節っぽい、えー、内部に浮いた空間にモデルがあったんですがそちらは、えー、正しくキープされていることが分かりますこれは、えー、ポリゴニカの機能で キープオールシェルズということで、外側だけを取るのではなくて、内側に浮いている形状もキープするという設定にしているためです。